関西のと言われてました。マジでほんまの黒歴史よ。風呂前に自分の体見てた。さあない、さあない、さあない。初めて聞いたわ。2月の配信の時に、はいはい、西畑道枝長尾で考えた YouTube 用の挨拶ありましたね。皆さん覚えてるでしょうか。どんなでしたっけ。いきますよ。じゃあ僕のからいきます。せーの、チキチキ。どうなりよ。嘘でしょ。それそれそれ、覚えてた。いや、あの道枝さんの挨拶、俺ね、これちょっと難しい。これみんなでやってみよう。じゃあでもみんな揃うかな。見てるやろ。見てる、見ましたよ。何回も見てんで。何やっちゅう。そうそうやね。海鮮ライスの半分は俺らで稼いでる。いやいや、そんなグループ自分たちで稼いでいくっていう。じゃあ次行こう。お願いします。せーの、七つの星からこんにちは。僕たちがセブンスター。どうも、なにわ男子です。何やってました。楽しくサイレントでした。もう正解何でしたっけ。七つの星からこんにちは。僕たちがセブンスターズ。どうも、なにわ男子です。それよ、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 それよ。大福にあげます。いやいや、ええよ。そしてそして、これだよ、これはもうみんないけるよ。せーの、ポー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 。どうも、なにわ男子です。よいしょ。全員覚えてたよ、ポー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 。俺結構コメント欄とか見てても、そう、まあまあ僅差なんや。そうなんか。それでは発表していきましょう。挨拶に選ばれたのはこちらです。第1位は西畑のシュキチュキでした。ありがとうございました。あの、これから先あの挨拶をやるってなるときつくなってくるからたまにやんない。楽しいの最初だけと思う。そうなんですよ。でもなんで俺のはあかんの。見てよ、俺半袖やで。気合入りすぎて。気合入っちゃってるよ。でもいいや、なんかそこ3人投票してもらってるけど、俺と京平が考えたハローボンジュール違う。どこ行った。忘れてた。お前忘れてた。そんなあったな。さえもされてへんから。じゃあこれから僕たちの YouTube での挨拶はチキチキになりました。はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。今回の企画は、メンバーはみんなこう思ってるよー。やめた。どちらはですね、自分は他のメンバーからどう思われているのか、メンバーの意見を聞いて、まあ、自分を見つめ直してですね、理解を深めていこうと。いいやん。いや、もうみんな分かってるんじゃ。一人、うん、結構分かってる、うん、あ、じゃあもう絶対当たると。絶対もうみんな満場一致で同じ意見やと思う。満場一致で。こちらにね、我々の名前が書いたルーレット、はい、でございます。すごいね。すいません、チンジャーロースください。違うね。え、チンジャーロースいった。中華のテーブルちゃうねんから。これ違うね。違います、違います。自由すぎて俺らほんま進めへん。そうやね。あの、皆さん知っといてほしいのは、これ今夜中に撮ってるんですよ。18歳の子は寝る時間ぐらいやね。そうやね。もうここじゃあ寝ます。可愛いの顔見てみよう。いや、ちょっと俺もちゃんとしていこうかな。なんかテーマを発表したいと思います、はい、そのテーマに沿った回答を書いていただきたいと、はい、メンバー同士が合っているのか、それともこう独自の解釈があるのか、それを楽しんでいきたいと、はい、全然違うかったら罰ゲームとかあるんですか。それはないですけど、どうします、作ります。なんかタンクトップ、タンクトップ着るとかどうする。ありちゃん前のやつどう。ほんまやめや。なんかほんまに同級生からやってんなって、うんYouTube やってんなって。だってあれ再生っていうか出してから日本中のタンクトップがなくなったとかなったって。あれあれ、平成の木村拓哉さん、令和の大西流星、すげえ流行さるほどか。何、下にタンクトップもしかして。見せちゃおっかな。何それ。ないない、そういう流れ、それなんで、そういう流れもないから。じゃあ行きましょうか、はい、早速1問目のテーマこちら、漢字一文字で表すと。おー、はい、じゃあ回していきますか。これ回したい。あ、いいよ、回していいよ。いや、待って、俺も回したい。なんで。あ、ちょ、ちゃうねん。ちゃうねん。なんで。普通回すのこっちやん。こっちか。どこ回して。なんでこれ。じゃあ一番最初見たら。めっちゃ待って。ちょっとね、あの、怖っ。笑い方おもろい。笑い方おばちゃんやん。
めっちゃおもろい。いや、めっちゃおもろい。怖い。これ、流星の笑いがわかんの俺。怖い。やばい。よし、行ったれ行ったれ行ったれ。いやだ、おいいね。結構回るよ。これ長いな。長いよ。火くれる、火くれる。いや、そんな、もうくれとるわ。小回りめっちゃ効くよ。滑り止めないねんな。誰になるでしょうか。あ、藤井。どこやこれお前どこやどこにやどこやねギリギリ大橋くん大橋くん大橋くんということで発寸を漢字一文字で表すとはいはいじゃあまず発寸以外の6人を変えていきましょうかオッケーいや待ってすぐ浮かんだかも俺嘘はい浮かんだ発寸なんやろねじゃあ発寸以外の6人オープンしましょうかせーのドおおおおなるほどそっちちょっと待ってはい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 ストップストップストップちょっと待っててくださいジョー君食です食食の人です僕も流星と一緒同じく食流星と一緒違います流星と俺が一緒にそうやなお前は違う確かによく食べますからそうですそういうイメージがあるね僕肉肉ねやっぱ大橋くん焼肉好きやから土です僕ああ一発ギャグね一発ギャグな一文字で表すと土って一発ギャグなんやっていう初めて見た人すごい印象やなで僕これですね笑うやっぱよく笑ってるし、こう笑かしてくれるし、高橋さんそれなんですか？ショックです。ショックじゃないですよね。ちょっと左手呼んで一回それ。食事。食べるっていう。いうのがイメージあったんで、それをそのまま書いたら食事になっちゃったんですよ。で見た瞬間食べる一文字だったじゃないですか。やらかしたなと思って。ハスが思う自分の漢字一文字。わかりました。発表お願いします。いきます。どう？は？うん。メッシメッシかえ、何やメッシなメッシ何やねんそのメッシ上矢印みたいな腹立つわいやこうじゃないって何やねんこうやろかメッシって感じがめっちゃ腹立つねんけどそれやっぱりご飯食べるのが好きやからやっぱりねご飯も好きやしお肉もそうやしまあ土も言うて食べれるから一緒だよメッシってあの食べたら笑うしもうだから一緒全部一緒やからよいしょ次一発芸もしかしたら飯しちゃいますやばいねむずない土じゃなくて何踊りそれやってみてって振る舞いでミッチが飯しやりたかった2人の組み合わせ技かもしれないからいやいやいや僕とミッチで漢字一文字を体で表現したいと思いますいきますせーのはいえちょなんでちょっと似てんねんそれで似とんねんすごいなじゃあ続いてのお題いきましょうか続いてのお題こちら正直ここは変わってるなと思うところいやじゃあ当たります先ほど当たったあじゃあいいのじゃあ回しますねせーの自分で書くのも嫌やな嫌やな変わってるところやからねまあでも2年半一緒におったからあこういうとこ変わってんねんなと思うところやっぱあると思いますメンバー一人一人ねおええ真ん中もう真ん中よ西畑さん正直ここは変わってるなと思うところ全然考えてそうしてないからな変わってるなっていうかなんでなんやろって思ってることはあるっすね西畑以外6人オープンドンはいじゃあ誰からいきましょうじゃあ流星からいきましょうか流星あんたって言うから言うわ言うわあんたって言うからその周りの派生ユニットみたいな人たちが大橋くんもあんたっても言うし正門くんも言うのよあ、そうなんや胸キュンドラゴンを見た時の反応ですおおこれは2人でホテル泊まった時あったんですねその時にあのラブコメのドラマを見てて大悟くんが1人でねで僕トイレ行ってたんですよでもまあ大悟くんと2人やし鍵は別に閉めてなかったんですよ、うん、そしたらキスシーンになった瞬間においキスしたぞって俺のドアバーンってトイレしてるのにでその後、まあ一緒に見てたら邪魔したりとかする男の人がいたんですよ、うん、三角形なんで邪魔すんだふざけんなベッド殴ってたんですよまあまあ熱狂的なわけね変わってるなそれ今後だから皆さんがドラマとか映画とか出てキスシーンがあった時はもう多分めっちゃニヤニヤしてもうめっちゃメール送ると思う嫌やな続いて奈子さんはい、入所して2年目ぐらいかな靴をもらったんですよ今入ってもまあまあでかいんですよ多分大悟くんの足のサイズの方がちっちゃいんですよねこれ 5.5 なんでこれ履けると思って買ったミスで買ったんかもしれんなたまに履くんすけど
なんでこれ買ったんやろ、いける思ったんかな、買うたんびに。じゃあそのジョー君は、僕これです。え、スイッチ入ると西畑っていう、わかるわかるわかる。ラジオとかって声とかって、あの俺はっていうと聞いてる人は誰かわからんから、一つのこれはテクニックっちゃテクニックやねん。まあ確かにね、たまにやねんけど、俺らで言うと、でも西畑的にって言った時に、あのスイッチ入ってんなってわかる。仕事モードです。そう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 、プライベートで絶対言わんやろ。絶対これ言うのは、最後の曲ですっていう時の喋り、本当に西畑はって。皆さんこれ僕たちのライブあった時、これ注目して聞いてください。これから言わへんやんか俺が。じゃあ続きまして高橋さん、ふとしたら出るじゃないですか、ダジャレ。ダジャレよう出てくるよな、ね、うん、西畑親父やねん。そう、あ、西畑西畑1だ、1西畑カウンターすな。匂いをすぐ嗅ぐ。匂いで言うと、流星の陶器の匂いとか好きなんよ。ちょっとこれ猫も飼ってるから、ちょっとしたこう猫臭というかもうするけど、なんかこう柔軟剤の匂い。頭皮柔軟剤で洗ってんの。洗濯ついでにひとかけ、一丁から言うて。流星、流星、待って、夜。はい、じゃあこの中に正解あるかどうか分かりませんけど、1個でもあったらいいな。西畑が変わってるなと思うところ、こちら。お掃除ロボットの成長を見るのがマイブーム。わかるか。お掃除ロボットをね、最近買いまして、お掃除ロボットって最初はなんかこうやっぱりこう家を知らんから、もうめっちゃぶつかりまくってんのよ、うんうん、だから家住んで3時間とかもう数時間かかるわけ、うん、でも学んでいったら1時間とかで釣ってやるわけ、うん、成長してんなと、あんなぶつかったのになみたいな。名前とか決まる？あ、そう、つけれんねんよ。え、つけれんの？え、なんてつけてるの？掃除くん達成まんまや。今日の顔見て。やめてやまあ、だ誰も惜しいっていう人もおらんかったよね。シンプルに暴露されただけやん、6つ。次のテーマいこう。はい、次のテーマこちら、どどん。今後も、磨きをかけてほしいところ、西畑回します。はい、せーの。今後も磨きを磨け。え、もうええで。あ、危ない。中橋さんの今後も磨きをかけてほしいところ、成長してほしいところってこともね。せーの、こちら、どうぞ。はい、おじゃあ基本的に高橋くんいい感じで終わらせがちなんで、はいはいはい、そこをもう一個なんていうかユーモアにあふれる語彙力があれば、まあ、なんかこの中でも被らへん。確かに強兵ならではの角度ってあるやん。そうそう、僕は飾らないところ、はい、誰にでも態度変えないじゃないですか。ね、いい意味でね、うん、派手髪、うん、やっぱめっちゃ染めるやん。そうやね。でさ、こんなメンバーでコロコロ髪色が変わる人が、ね、いないから、うん、毛根大丈夫かなって心配ぐらい。そうね、そうか、そうですか、毛根さん。大丈夫そうです。何やねんそれ。で、使えね。はい、僕ナルシストです。おあーね、だから高橋くんね、ナルシストってイメージがあるんですよ、うん、で、やっぱグループに一人ナルシストっていると思うんですよね、うん、自分のいい角度ってわかるじゃないですか、うん、そこを極めてほしいな。ノリボケと例えつく。これ一緒やと思う。一緒やと思う。似てるね、うん。ラジオをね、恭平と僕とわしでやってるんですけど、よう生放送のラジオでそれ言うなって。あ、マジで。根性もあるんや、だから。なんかこの前言ってなんだっけさ。南極に楽だか通るぐらいで。先生、面白いもんね。角度そっからくんねやっていう。今回のリアルに多分、うん、あるぞ。あるな。全部当てはまる。当てはまる。確かに。嬉しかった。あ、来た。出やっしゃ。出やっしゃ。それでは、自分が磨き続けていきたいところは、どどん。こちら、脳内です。脳内じゃない、それは。肉。脳肉。怖い、怖い、怖い。脳肉。ジョー君の、そういう例え作りもそうですけど、やっぱ角度が違う人とは違う、この僕の独特さを伸ばしていきたいなって。誰がわかんねん、脳肉って。聞いたことないぞ、そんな言葉。ほんまやろ。続いて、こちら、テーマ。家で一人でこっそりやってそうな、うわぁ、やってそうな、なんかこれイメージです。イメージで言われるの嫌じゃない。だから、あの、これ、自分で書くの恥ずかしいぞ。それこれ自分は嫌やな。そう、高橋さん、行きましょうか。ほんま任したね、恭平。行きます。いい感じに当たってるから。ちょっと弱ない。弱い、ちょっと緩い。あ、やばい。あ、やばい。あ、よし、今度は、闘技で来いだ。あれ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 あ
自分じゃん。ちょっと待って、え、これは強兵や、高橋です。じゃあ、これはこっそりやってそうなこと。え、出た俺。来た出た。マジ。はい。なんやろな。高橋くん以外、じゃあオープンしましょうか。せーの、ドドン。さあ、見ていきましょうか。風呂前に自分の体見てる。なるほどね。鏡でな。やってそう。なんかこうやってちょっとこうなんか自分でこう鏡見て、ああ今日の俺もいけてるわーっつって風呂入っていきそう。スリムやもんね。うん、確かに、ね。自分の顔見てそうやな、うんうん。顔チェックで言うと、これです。トゥーフェイスのセリフあるじゃないですか。あん時のなんかいつも下出すじゃないですか。そこの顔チェック。なるほど。しかも携帯で。うわー。どうなんこれ実際に。え、実際ですか、うん、それを、これですか、うん、やってるよ。ちょっといいっすか、ちょっとだけ、ちょっとだけカメラに向かって、ちょっと再現して、ちょっと、はい、どういう感じ、自分の携帯よ、これ Let's shake your phone って。おいもう感想終わった後、ずっと欲しかった、こうやってずっとこうやって余韻に浸ってる。いつかライブやった時めっちゃ恥ずかしい。これずっと二人好きでしょ。いやだからいいよね、これライブ前にぜひ全部 YouTube 見てから来ていただいたらより一層ライブが楽しめるから。これは浸りすぎやろ。おでんの汁に浸かりすぎた具やんけ。来ました、うわー来ました、これです。たとえツッコミ来ました。来たよ。ありがとうございます。一人青春ドラマ、映画とか見るの好きやから、うん、それをちょっと真似して鏡に向かってやってそう。流行りのなんかそのキュンキュンゼリフとかめっちゃ完璧に覚えてる。知ってる。やってると思うね俺。一人で。一人で一人青春ドラマやってますか？やってませんか？え、これリアルで言ったわけですか？はい。やってました。やってました。ありがとうございます。めっちゃ一時期バカ見てた時あって、うん、このセリフめっちゃかっこいいなと思って、うん、で鏡に向かって、お何何こっち見てんだよっつって、鏡やからずっと見てるやん。自分だ。そうそういう矛盾の特大部分だった。これは言いたくなかったよね。やってないや、正直者すぎた。絵が上手いから自分で鏡見ながら自画像を描いて、それを額縁にこう自分の部屋にこう置いてそう。今の感じだし。でも自分の似顔絵はガッツリ3時間かけて描いたことあります。えそれ家にあるの？家にはある。でも額縁は飾ってないんですけど、 あの携帯のフォルダに入ってる。うわそれ、お、鏡見ながら描くってこと？鏡見ながら自分の写真を調べて。なるほどね。そういうことね。じゃあ続きまして、リセ、はい、メンバーのねこうやつとか自分の出てるやつとか見ない系かなっていうか、うん、さっぱりしてる感じするじゃないですか、うん、結構役リストとかも詰まってそうなんで。なるほどね。自分が出たやつしっかりチェックしてるかも、うん、目覚まし他のやつ見てます？あ、見てます見てます見てます。おじゃあラスト、みちるさん。領域展開してそう。これはどういうことですか？呪術回戦ハマってるじゃないですか。あー、はいはい。鏡の前で領域展開ってやってそう。鏡の前、五条悟のモノマネはしないですけど、あの呪術回戦のモノマネは練習してるんですよ。鏡あんで、ここに、ほら。お、鏡ある。あの、真人っていうキャラクターがいるんですよ、うん、真人ね。いるんですよ。言います。あー、これがしか今ならできるよね、領域展開地平円丼か。ほら、隣に敵おるで。隣に敵、敵の名ゼリフ、敵の名ゼリフ言ってます。はい、すいません、すいません、ジョー君。敵のモノマネなんです。敵のモノマネなんです。やばい、やばい。こっそり高橋君がやってること、正解お願いします、どうぞ。寝起き顔を、ずっと満足するまで、鏡の前にいて見続ける。なるほど。ちょっと剣って惜しかったんじゃ。惜しかった、ね、惜しい。で、やっぱ鏡の前シリーズなんや、やっぱり。なるほど。俺今寝起き顔が一番俺の中で今ピークでして。え、そうなの？逆じゃん。寝起き顔ありのままを表してるわけじゃないですか、あのボサボサだったり、それがまずかっこいいなと思って。なるほどね。道枝さんなんか寝起きおばあちゃんみたいな。じゃあ次が最後のテーマです。今だって誰も当たってませんから。当てに行こう。ラストのテーマこちら、10年後はどうなってそう。あー、おもろい。あれ、あ、ちょっと待って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 。あー、来た来た。あ、流星今日平さん連続かと思った。来るかと思ったね。流星が10年後どうなってそうか。2031年でしょ。流星何歳？29歳。29歳。味噌汁手前か。味噌汁ってお肉。そう、味噌汁。味噌汁や。おいしいよな。味噌汁は美味しいわ。そういう問題ちゃうね。
大流星以外こうなってそう。オープンしましょう。せーのドン。さあさあコスメでちょっと一緒やわ。一緒でしょ。ほんまにコスメブランド立ち上げ。おお。で、で名前リュチェコ。リュチェコ。これは繋がってる繋げてる。芸能人の方って結構コスメをプロデュースされる方が多いやんか、うん。ブランド立ち上げたりとかさ、うん、そういうのがやっぱりしてそう。美容好きやし。うんうん、それこそグッズとしてさ、はい。なにわ男子のライブのグッズとしてもリュウセイがもうプロデュースして。いいじゃない。でこう動物関係が2つありますね。そう。動物が好きやから動物園作ってそう。すげえやん。ただで来てくれていいよみたいな感じのリュウちゃんが大好きな動物園作って、うん、はい。まあ10年が経ち、うん、月日が経つ、うん、一周回ってあの入所当時のアシメトリの髪型こちらが、こちらです。こちらもうやめや。関西の井上と言われてましたノンスタイルで井上さん、井上さんね。いやマジでほんまの黒歴史しやっといてマジで あの時の写真だけぽっかりないもん。あ、そうなの。全部消したから。じゃあ高橋さん、僕10年後の流行語1位から10位まで全部全てが流星くんが考えたワードがランクイン。なるほどね。チキチキとか。そう、チキチキな、まあ、ワードセンスすごいから。10年後はアンミカさんと深夜帯で番組を持ち全然ちゃうやん。わかるか。わかるか。新しいとこ知れたよね、うん、あっという間やったな、ほんまに。ということで、以上、メンバーはみんなこう思ってるよでしたー。イエーイ。なにわ男子、5月よろしくお願いいたします。第2弾したいね。まあ、第2弾するかプライベートでするか。じゃあちょっと、新幹線でこれ持って帰るって言って。次やるとき、次やるとき俺の名前だけ消しててくれて。新幹線で俺ら全員でこんなやつだろ。いや、それありやね。ありや。だんだんパワーアップしてやっていきたい。そうね。うん。